シュレースビヒは、ドイツのシュレースビヒホルシュタイン州北東に位置する都市。シュレースビヒフレンスブルク軍の軍庁所在地。人口は、約2万7千人。主要産業は、革と、食品加工。都市の名前は、バルト海の端にあるイリエシュライト、昔のバイキング言語及び現代のデンマーク語でワンを、意味する、ビクもしくはビグに由来する。シュレースビヒは、 シュライノワンという意味である。この都市は、シュライフォードの西の終わりに位置し、アンゲルンとシュワンゼンの二つの半島に分かれている。ヘイストの国に続く、シュレースビヒホルシュタイン高地地方の西端にある。市街地は、海抜0メートル20メートルに位置する。市内には、ブラウト湖がある。近隣の主要都市は、フレンスブルク、フースブ、キール。アウトバーン7が、 都市のすぐ西側を走っている。連邦道路76と連邦道路77はシュレースビヒが終点、連邦道路201が街の北を走っている。シュレースビヒ駅はノイミュンスターフレンスブルク線とフースムキール線のインターシキとアイスが停車する。気候は湿度が高く海洋性気候である。年平均気温は摂氏8度で、 年平均降水量は925ミ、mm、リメートルとなる。1600年シュレースビヒヘーゼビューのバイキングは804年に初めて現在の街の南方に移住したと言われている。バルト海地域の中でも勢力が強く200年以上もこの地域を支配していた。主治の破壊の後、1050年に人々はシュライの対岸に街を移し、シュレースビヒの町となった。 1066年になるとヘーゼビューもついに破壊され、シュレースビヒはデンマーク王国の一部として残ることになった。1544年にゴットルプ城が地方領主の邸宅となった。ゴットルプの公爵はデンマーク王の家臣で現在のシュレースビヒホルシュタインよりも広い土地を支配していた。1721年に大北方戦争が終わると、 ゴットルプの公爵は力を失い、土地はデンマーク王の横領地となった。第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争の後、シュレースビヒはプロイセン王国に併合された。ノイベルク庭園と地球儀の家、後方にゴットルプ城。ありがとうございます。